和歌山県立大級高等学校は、和歌山県有田郡湯浅町湯浅に所在する公立の高等学校。1852年に、初代駅亭頭であり、稲村の日の主人公として知られる浜口五良により創設された。創立150年を超える日本有数の歴史を持つ。和歌山では、旧氏族の教育のために創立された。 特技中学が1901年に県に移管された、あとは大久中学校が1920年に県に移管されるまで県内唯一の私立中学として地元の教育に貢献した。明治時代に和歌山には公立校として特技中学以外には和歌山中学、田辺中学、小川中学、新宮中学の4校があった。 1907年には伊藤博文からも信頼が厚かったイエール大学のラットが来校また、翌年には釈宗演らが来校し、当時の文部大臣小松原栄太郎の視察も受け、後に表された教育論の中でもその独自の校風などが伝えられている。創立150年周年記念式典には当時の文部科学大臣東山厚子が訪問して、 食事を行っている。男女共学校であり、国際交流が盛んである。校訓は、新、県、美。人格を育て社会に貢献できる、実践的な教育に力を入れている。現在も、中堅公立新学校として、国公立大学や有名私立大学に一定数の卒業生を輩出している。また、看護学校への進学率が高くなってきている。 なお、道県広川町に存在する広川町立耐久中学校は、新生耐久高校が有田工場の校地だった湯浅町へ統合移転後、その源流である私立耐久中学の跡地に設立され、耐久の名を継承している。最寄り駅は JR 紀省本線湯浅駅である。徒歩8分程度。ありがとうございます。